いやー久しぶりだね、万事丸くん。密林城へ潜り込んでくるとは、いやー大したものだ。せっかく来てもらったわけだから、ざっとこの城の説明をさせてもらおうかな。この城は生きておるのじゃ。壁も床も皆君たちと同じように呼吸しておる。まあ見ればわかるよ。それとな、菊五郎の方も君たちに見せたいものがあるとかで張り切っておったよ。それじゃまたどこかで生きていたら会いたいね。